ジャーナリストの桜井義子氏が1日、BS 富士、プライムニュースに出演。9月27日に投開票が行われた自民党総裁選に出馬し、総裁に就任した場合も、靖国神社の公式参拝を続けることを宣言した高市さない前経済安保省を批判した政治評論家に苦言を呈した。桜井氏は番組で、高市氏の靖国発言の影響について、 政治評論家の方々を、政局に詳しい方々が、高市さんがなったら大変だと、中国との関係が良くなくなるから、こんなことでその今の状況というものを壊してはならないということで、総理大臣にふさわしくないという趣旨で、いろんな方々が言ってたんですとしつつ、これは本末転倒だと思っていますとばっさり切り捨てた。続けて 靖国神社問題というのは、マスコミが作った問題なんですよねと発言。靖国神社の永久戦犯行使が報じられた1979年以降、首相の大平正義氏、鈴木善光氏、中曽根康弘氏は、合計21回の公式参拝を行ったが、中国からは一切の反応がなかったが、その後に一部の新聞が、毎年のように批判の論人を展開したことで、 中国側にも影響を与えたたと指摘したさらに桜井氏は日本の一部記者が中国の政府要人らに日本の政治家が永久戦犯が合意されている靖国に参拝していることをご中心したり外交部の会見であえて靖国参拝の是非を問うているとも説明その上で我が国の総理大臣もいろんな方々もアメリカに行って 戦没者慰霊施設のアーリントン国立墓地に行きます行きますよね天皇陛下もいらっしゃったし野党の皆さん方も何回もいらっしゃったでもこの方たちが日本に帰ったら日本に準じた人々の魂を慰め尊敬の念を払うために安国に行かない外国では行く外国の戦士のために行く日本では行かないこれすごく異常なことですと語気を強めた さらに、それよりももっと異常なのは、中国政府が言うから、日本の総理大臣、官房長官、外務大臣かなんか知りませんけど、3人くらいは、絶対に言ってはいけないという。この原因を作ったのは誰ですかもう一回こと言いますけども、日本のメディアなんです、と力説。そして今回も、日本のメディアの皆さんが、だがそういう議論を、たくさんしておられた。 総理大臣にふさわしくないんだという印象が広がったと思いますね都市。メディアの方々、そして日本人もね、この靖国神社の本質とは何なのかということを考えるべきですよと持論を展開した。以下はネット上の意見をまとめたものです。国民は世の中の出来事を全てマスコミを通して知る。彼らは決して忠実ではない。 かって戦後50年、国会決議で今一度中間に謝罪をしようと自民党の野中広武が提案。東京では謝罪決議絶対反対の5000人デモが行われたが、どのマスコミも無視した。よって、デモはなかったことになる。結局国会では却下されたが、メディアは国民を操ることができる。私は常に半分割り引いて見るようにしている。結果がどうであれ 愛する家族が暮らす日本という国を守るために尊い命を捧げられた国民に敬愛の念を示し今後の国家の安定と平和を願って参拝する行為のどこに問題があるか理解できませんましてや国内で行われる行為であり諸外国からとやかく言われるものでもありません今回は残念な結果となりましたが高市氏には今後も先達たちの尊い お気持ちを大切にしながら、託された、この国の未来を切り開くべく、保守の騎士たる政治家として尽力いただきたいと思います。靖国神社問題というのは、マスコミが作った問題なんですよね。その通りです。朝日新聞が作ったネタなのです。朝日新聞は、慰安婦問題も含めて問題が多いにある新聞社だよね。それから、 デイリーも一部の新聞社が、とうとうごまかさずにはっきりと朝日新聞が、と言うべきだろう。靖国神社の宮司でしたか、上皇陛下がまだ天皇だったときに、実に無礼極まりない発言をした記憶がある。靖国神社の根本にそういう考えが根付いているから、天皇陛下は、お参りに行かないのでは天皇陛下が、お参りするのは、 本来なら文化的行為で問題ないはず。それを昭和天皇が途中から行かなくなったのはよほど腹立たしいことがあったからに相違なく現状皇陛下への不敬な発言もあり、近上陛下がお参りしないのもわかるような気がする。祀られてる英霊たちではなく靖国神社側に問題があるんだよ。永久戦犯をしれっと秘密裏に行使したのも 昭和天皇を怒らせた原因の一つだとは思う右翼の指揮者の方々はその辺をもう少し考え直してみないと総理大臣が行く行かないではなく天皇陛下が行かないっていうことの重さを考えないとアメリカのアーリン・トンボー地と靖国神社を同様なもののように言うのは無理があると思う純粋な慰霊施設ではないから ベット施設を作るべきだということが議論されてきたはずである。問題のない施設なのにマスメディアが騒いだから大事になったと言われてるが、世界中の皆さんが靖国神社に行って関連施設の優秀館を見学したらどう思うでしょうか。私は実際に目の当たりにして愕然としましたが、プライムニュース見ていました。 マスコミ全体そして最近出演させるコメンテーターがとても左に偏っているソリマチさんの番組にも苦言を呈してくれて久しぶりにスカッとしましたソリマチさんの番組は必ず見逃さないように見てきたけれど最近本当につまらないことが多い出演者を見てみないことも増えてきましたどうしたのかな以前は左も右も同時に出ていたので両方の意見聞けたのに これででは他他のの左に偏ったた報道番組と同じですま桜井よし子氏のコメント力には一目を置いておりますが世界の中で日本だけが聖人君主で他国は地味模様の世界だと言いたいんでしょうが日本が過去にやってきたことは今のロシアと同様経済的にもプライド的にも 受け入れ難いという一部の指導者によって300万人以上の方々命を落としたことは厳然たる事実であって簡単に消せるものではない誰が作ったということよりもその方向へ走れるほど日本の現状は確立した国家ではない右に寄りすぎても左に傾きすぎても生きていけない立ち位置だ人為は誰かが警鐘を鳴らす意味で元の状態に戻す 必要性が働くいい国なんです日本は昭和20年8月15日の敗戦から昭和27年のサンフランシスコ講和条約までの7年間はアメリカの占領下にありサンフランシスコ講和条約で主権を取り戻した日本の国会で真っ先に取り組んだのが占領下で処刑にされたいわゆる戦犯の名誉回復いわゆる戦犯は法務士とし 日本政府は、靖国神社に名簿を渡し、靖国神社はいわゆる戦犯を行使。また、日本政府は、サンフランシスコ講和条約に署名したすべての国からも承諾を得て、いわゆる戦犯の名誉回復を回復したのだから、国内外に戦犯は存在しない。日本の左翼マスコミが、靖国参拝を外交問題にして、今日に至る。 戦争に対するものの見方、参加した、国民すべての人が喜んで兵隊となり、参加したのだろうか、家族はどのような気持ちで送り出したのだろうか。生きて帰ってくるはずがない戦争に喜んで送り出す、家族はいないだろう、まして遺骨となり帰ってきた息子や孫、想像すればわかる話、戦争憎み心の中では、国も憎んだと感じます。 まして戦争を起こした戦犯と同じところに、祀っていれば複雑感情もあると思います。桜井氏のおっしゃることが正しかは分かりませんが、戦死者の家族の気持ちはどうなんだろうと思います。以前聞いたことがあるのですが東京に戦没者の慰霊碑が千鳥ヶ淵にあると聞いたことがありますが、議員さんたちは、お参りすのですか、靖国ばかりがじゃないと感じますが。